転していただきました。さあ京都からね、はい、遠路はるばる来ていただいて、さあ準拳、さあ前入ってますね。さあ横川さん普段対戦してるんで、はい、まあ、やることは結構知ってるんですけど、おしげくんは横川さん応援したいと。いや応援したいですね、はいはい。さあ移動投げが早い、おっと踏み込み裏痛いですねこれ。さあ端投げ、おっ下しっかり入ってる。さあ死んじゃいましたねこれ。結構 HT さんこう視覚効果を使ったフェイントとかが結構多いんで、あ、置き攻めとかですかね。置き攻めとか、なるほど。あれ結構嫌なんですよねやっぱ。はいはいはい。おっとシャガチューが出なかったか。投げ、さあ最速頑張れが強すぎる。ゴフレの近代系、あ、おちびきた。えさあさあ、剣が飛び込んで、ダメ足、三角飛び逃げて、さあ、投げ暴れ通る、ダメ足、攻守の切り替えが早い、ダッシュ、コア、コパ、コア、陣内が決まって、表裏は裏、裏、見えない。さあ、中盤陣内、しゃがみぐらいで、さあ、これは、デッドもある、投げ。1本目は、HT さん。結構スルスル密着まで横川さんが浮かれてる感じですかね。なるほど、大きい、まあグロ仕込みながら歩いてる感じですかね。そうですね、走って飛んでって感じじゃないですよね、なるほど、地上戦がうまいと。さあダッシュ百裂はグロが向こう、おっとうまく逃げていく。さあそうですね、地獄車で一瞬で走り行くのがやっぱ剣の強みですよ ね、 強いっすね。おっとさっきからちょっと下段が上段になっちゃってますね多分。さあカラジャンプバックステー、これ結構チュンリー嫌がるっすよねやっぱ。さあ前出し投げ、走れ、剣が厳しい時間続きますね。さあ砲翼、しかし砲翼圏内ですからね。そうですね、さあこの地獄車が、そうですね、すべての始まりですねこれは。まあしょうがないですね、うん、打撃と食らっても死、あ、死にはしないですけど。と投げ、さあ歩きコアコアから、さあやっぱ中足のギリギリ外の前をキープするのはうまいですね。うまいですね。さあ遅らせ、陣内来ない確認から茶所欲、表裏は投げ、おっと飛んでしまった。さあチュンリーのゲージがどんどん溜まってきますね。おは最強判定と。さあ端には行きたくないが、ナイスサイク対空中足、今の距離、そうですね、最一大 K が届かない距離の中足対空は強いですよね、最強ですね、うん。さあ漏れてしまってこれは痛い。さあ大パン中小流陣内から、まあ表裏するでしょうね中央なんで。ナイスガード、大パン、さあこれがナイスガージャン、めちゃくちゃでかい。さあ移動投げミスったかと、シャガチューパン埋めて、さあこれは厳しいと、リープは重ならない。さあイエスアド、いやーブローをちゃんと入れて行動してるんで、そうですね、ブロガードがやっぱうまいですよね。うまいですね、うん。さあこれで 2-0、 あ地上戦でやっぱ勝ってるイメージあるですね、うん。そうですね、なんか台足だったり一文字の部分っていうわけじゃないんですけど、そうですね、やっぱブローとその、まあ、地上戦からのとっさの前ダッシュ投げが機能してるですね。踏み込み投げもあるし、さあ技の振り合いで応戦する形ですかね。さあこれがスカってしまう、シュラスピバー出なかった。
さあスカリに文字は痛い。さあちょっと迷ったか、歩きで取れちゃった感じですか。さあローから文字、文字じゃない、裏投げ。さあ裏投げはきつい。さあでかい移動投げ入って、さあ歩き投げ、コアコア投げから、おっと移動投げが出なかったが、これは死んだ、死んじゃない、死んない。さあチャンスはまだある。ナイスガーちゃん。ここでさあ砲翼が食らえないが、さあそうですね、ここぞの飛びからの削りがやっぱきついですよね。しかしやっぱチラシ引っかかんないですね。ここまで引っかかんないやん、やっぱうまいですか。はいはい、なるほど、ナイス。さあ砲翼決まって端、さあここで逃がしたくない。そうですね、投げ投げ、さあ遅らせ勝利、トレンドっすね。さあただ発進行くと怖いんで、さあ いい技、さあ戻って、さあ気候圏抜き、気候抜き、気候あれ無理っすよね、まあ、あれ無理っすね、遅すぎる。さあファイナルラウンド、お互いリソースはしっ、おっと入りそうだったか、難しい。さあ中足陣内ができなかった、あれも確んなそう。おっとブロってしゃが中盤時代、うまいっすね。さあ橋のセットプレーは先端コアコア、おーでかい裏投げ。さあこれはうまい。さあ確んなかった、おお勝利入ってる。不気味ですね、チワシの外で。そうですね、さあただ攻撃は2本あるんでじっくり行きたい。ナイスガード、さあ投げ走やリープガード、あーこれはでかい。ナイスガード、いやーグラップしっかりしてますね。ナイス対空、さあ遅らせちゃうし距離か、あー裏に出してる、ガチャっすかね。あれこれ TDK なんですか、今リバーサー出てなかったですよね。 TDK ですかね、分かんないです、ジャンプジャッキーなんか TDK っぽいですよね。さあこれで 3-0、 いやーでもやっぱどっしりしてますよね、 HC さん。どっしりしてますね、うん、なかなか安易に食らってくれない。結構どっしり構えちゃうとチュンリーのゲージが溜まっちゃうんで、なるほど、悩ましいとこではあるんですけど、ただそれをブロでカバーしてるんでしょうね。カバーしてますね、うん、さあ投げ、コパン投げと取ったが音がめなし、おおすごい取りますよね。さあ昇竜は入ってなかったが大パン、さあヨガさん、おっと投げ入って、お見えてきた、これは2回読み方ないといけない。さあ投げ、さあ次、お死んだ、あマジか、ぴったり、ね、減りましたね、減りましたね、いや死なないと思ってた、これはでかいですね。結構ステランドっぽく見えたんですけど、さあ原点落として投げ、さあハッケ持続気味に重ねてますね。さあいいダバン、さあ裏投げきつい、さあ投げ返す、竜巻、さあ寄りづらい、そうですね、投げ、いや素晴らしい、これで 3-1 ですかね、はい、ありがとうございます。やっぱあれですよね、剣側が攻める攻めに行かなきゃなると、まあお互いそうなんですけどきついですよね。きついですね、お互い当てたくなるところが結構難しいですよね。難しい、うん、ヨウカンさんも結構中足とかに下入れてるんですけど、HT さんが押さずに、なるほど、下がったりとかっていう、まあタイミングずらしてるんですかね。さあ裏投げでかい、さあちょっと破産が仕込めなかったが、さあこれ地上戦面白いですね、大パン大パン、あぶっ壊してくれ地上戦を、そうそうですね、ぶっ壊れますからね、あれ壊れますからね、取られなければ最強技。さあ膝割れが早くて、さあここは
チワシ100です。さあいい形で取りましたね。まあゲージが、まあでも結構きついですね剣は。これこれは剣は無理 しないと。そうですねゲージ溜まる前。そうですね、あこれはでかい、これはでかいですね。足で殺したいですね。さあ様子見から投げ、大パン重ね。そうですね、さあでかい、しっかり昇竜昇竜。おっと漏れた感があるが、まあラッキーですねこれは。これは最高の最高の形ですね。5分まで来ましたねゲージ状況は。むしろ剣有利、ね、に見えるですかね。はいはい、おっとさすがに使ったところは見逃さなかった。いい裏切りの裏投げ。さ あっと最強すぎる、いてさあクイック取らずに表裏は拒否。さあシャガチューパンイエサード。いやおっと早く遠回って、さあこれは表裏いきそうですね。おーリープ死にましたねこれ。いやそっからリープって俺あんま見たことないですね。確かに結構ゲーム的にもギリっぽい当たり方でしたもんね。そうですね、いやー素晴らしい。これで3人よく当ててきましたね。ヨーカさん根性値が高いですね最後。根性値ですね、チュンリーの根性値も高いんでね。チュンリーの根性値とも言えですけどさあよまあでも剣はあの負け方は仕方ないので、まあそうですね、メンタルのダメじゃないでしょうね。まあそうですね、2ラウンド目の形がすごい良かったんで、まあ印象悪くないでしょうね。さあ橋がきつい、シャガ中盤陣内からピエ、おーうまっ、入れ替えさせない。さあチワシ、そう1ラウンド目はやっぱ肝っすよね。肝っすね、剣取れないときついし。さあチュンリーもゲージが溜まってないのはきつい。おっと、いやこれで橋だからな、勝利勝利相手そうっすね、うまい。さあこれは届かなかった、あの中大ねよく使うんですよねチュンリーは。そうっすね、さあずらして投げ、いいジャンプ、いいバックジャンプっすね、うまい。さあ橋が、おっとおさあ読み合い、ああ遅らせ投げ、うん、4対3、4対4対2ですね。4対2、これリーチですね。やっぱそのコパンで有利取れてるんですけど、いやなんかあれですよね、中足食らわないんですよね、やっぱ食らわないですね。かといってやっぱ移動投げって怖いじゃないですか、チュンリーが行くのは。そうですね、でも HE さんのグラップ率もかなり高いですね。そうですね、そこの兼ね合いで結構変わってきそうですね。さあ地獄裏決まって、さあこれはでかい、おっとこれは難しい、難しいですよねこれ。俺もやりたいんだけどできない、ね、難しいですね。これができたら惜しかったですね。そうですね、言語認識してやるのはかなり難しいんじゃないですかね。難しいですね、さあこれは厳しいですね。トリカゴが不気味ですね。おお差し返し、さあヨカさんはああからジャンプリープ、いやこれ強いですよね、強い。さあゲージ状況的にも剣はかなり有利、2ラウンド目。さあチェア勝利決まって、これでだいぶ落ち着けですよね。ちょっとさあグラップがすごい、まあ今砲力ないですからね。さあ遅らせゲン、さあ遅らせ勝利、さあ円台系が強い、おおしっかり中昇竜、あっと出なかったがラッキーいや剣もおお置いてある。さあこれで全然わかんないですね、わかんないですね、いいゲージ状況。とナイスガード、
さあこれはでかい。マイブロー遅らせたがちょっと難しかった。バックダッシュには何もしない。あっとイエスが出ない。さあ小若は陣内決まって、さあ置き攻めする方も怖い。ナイスガード、いい逃げ。さあ決まって、ここから、さあどっち投げ。いやー地獄車がナイスジャンプ、ちょっと難しい。さあダッシュ投げ、ナイスガード。うわー、これは決まって、シティさんの勝利。シティさんの勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。結果5対2。